お花紙を使って菊の花を作ってみました。ここではお花紙を半分に切って使っています。飾る場所によって大きさや枚数を決めてください。今回はこれと同じ大きさのものを3枚用意しています。きれいに重ねたら端から屏風折りにしていきます。端まで折れたら半分に折ります。そして先の部分を切り落とします。開いたら折り目の部分をホッチキスで真横に留めてください。お花紙で花を作る時の要領で開いていきます。お花が小さいので開きにくいですが、ゆっくりと開いていってください。広げ終わったら真ん中の部分をぎゅっと指で押しつぶして形を整えましょう。花の真ん中の部分はお花紙を細く裂いたものを使って作ります。画用紙やシールを使って作っても構いません。さらに細長くして指先に糊をつけ、人差し指と親指に挟んだ状態でくるくるとカタツムリの殻のように巻いていきます。最後の部分に糊をつけて留めます。これに糊をつけて、先ほど作ったお花の真ん中にぎゅーっと押し付けるようにして貼ります。花びらを整えて、これで完成です。葉っぱは本物をコピーして重ねて切っています。これをバランスよく並べて、水のりを使って貼り付けています。こ
んな風に立体感のある作品に仕上がります。